去年の初め、近所のおばあさんが、庭に迷い込んできたから、と子犬を飼い始めた。私は、小さい頃にお世話になった縁で、買い物を頼まれたり、ご飯の用意や掃除に行ったりしてた。足が弱く、旦那さんに先立たれて身寄りもなく、一日座ってテレビばかり見てるような方なので、心配してたんだが、おばあさんは、ちゃんと毎日、犬を散歩に連れて行くようになった。最初は、杖をついて、近くをゆっくり歩くくらいだったのだが、これが、いいリハビリになったのか、そのうち杖がいらなくなり、公園まで出向いて、他の高齢者と立ち話するくらいに回復。買い物もご飯も掃除も、ご自分で全部できるようになった。さらに、そこで出会ったおじいさんに一目惚れして、奥さんに先立たれてから一人暮らしの方。犬を連れて公園に行くために、おしゃれして、ヘアメイクもバッチリ決めるようになった。ねえ、お夕食に誘われたんだけど、これってデート？どうしよう。お洋服、これでおかしくないかしら？と私に聞いてきたのが去年の秋。現在、籍は入れてないものの、二人は同居していて、二人で犬の散歩する姿は、どう見ても長年連れ添った夫婦のよう。あとはもう死ぬだけだと思ってたけど、おちびちゃん犬のおかげ。と口を揃えて言い、我が子のように犬を可愛がっている。犬一匹で変わるもんだと驚きつつ、お二人を見かけるたびに和む。ちなみに、おちびちゃんは、おとなしくて賢い犬だが、秋田犬の血でも入ってたのか、今や全然おちびちゃんではない。